どうもピチピチーなテクタンと申します。入り紙実況プレイパート38始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということで犯人像推理のセルフクエスチョンでございます。やっていきましょう。まず最初の事件で斉藤さんが奪われたのはということでね、もう完全にね不正解って分かってるんですけど、行きましょう。ラッキーちゃん、本当にそうだったか。斉藤さんが奪われたのは息子のゆうすけくんではなかったか。まあ、分かってますよね。少し混乱しているのかもしれない。次はもっと冷静に考えてみよう。させん、脅迫状を送りつけられた、相模さん、彼女が奪われたものは確かかだ。とりあえずね、とりあえずもうこんな感じでね、選んでないとこちゃんと選びましょう。本当にそうだったか。なんだか頭が混乱してきて自分の推理に自信が持てない。現在起こっている、複数の事件に共通する動機は何か。じゃあいたずら。いたずら。気味の悪いファックスや花壇の破壊などは十分いたずらとして考えられる。しかし誘拐はいたずらレベルではない。いくらなんでもいたずらで誘拐はやりすぎだ。例えば怨恨という線は考えられないだろうか。これセルフクエスチョンなんかな。絶対いるよね。私と柿の種くんの会話になってるよね。そこでさらに考えを進めてみよう。斉藤さんにとっての息子ゆうすけくん、相模さんにとっての愛犬ラッキー、これらは大切なものだと簡単にわかるけれど、河野池さんの花壇についてはどうだろうか。ガーデニングを趣味に持つ人は多いだろうが、それを破壊したところで斉藤さん、相模さんと同等の精神的ダメージを与えられるかどうかなんて普通はわからないのではないか。にもかかわらず、怨恨で花壇を狙ったということは他に狙えるものがなかったこれで縁か。他に狙えるものはなかったのか。犯人は手の込んだことまでして斉藤さんの元からゆうすけくんを誘拐しているんだ。他のものだって狙うことはできるだろう。それをあえて花壇を狙ったということは、河野池さんが花壇に愛情を注いでいることを知っていた可能性が高いのではないかっていうね、まあめちゃくちゃなね推理をね披露したんですけれども、ちょっと戻ってまた選んでないやつを選んでいきましょう。斉藤さんが奪われたのは大切にしていた花壇。じゃあこれラッキーちゃん選んで、身の代金にしてみよう。身の代金か。しかし未だ金額の金銭の要求がないのはなぜだ。それに花壇を破壊するのは金銭とは全く関係がない。例えば怨恨という線は考えられないだろうか。で、まあもうどっちでもいいか。もうどっちでもいいか。これね、一緒なんですよね、ルートが。なので、高速スキップしまして、まあ一回警視庁帰ってきて、お、またセルフクエスチョンですね。これはどうやったかな、分岐。あったかな。あ、分岐ありますね、オッケーオッケー。ここの、これ左出てるんかな?はみ出てるだけなんかな、線が。ちょっとようわからん形してるよね、ここの下の分岐。ファックスと2通の手紙に共通点はあるのか、ちょっとセーブしとこう。なんか失敗しそう。なんで、ちょっとセーブして、共通点は似たようなイメージの文字。これは一緒というか両方正しいね。それぞれの被害者に送られた文字に何か、何の意味があるのだろうか。必ず意味はあるはず。では、文字に何の意味があるのだろうか。メッセージ、嫌がらせ。まあ、斉藤さんのとこに来たのはメッセージやったけど、相模さんと河野池さんは嫌がらせやったよね。嫌がらせには違いない。しかしそれだけの理由でわざわざリスクを犯すような真似をするものなのだろうか。第一、この結論からは安西につながる証拠は見出せない。別の方向から考え直してみるか。では他の方法を検討してみよう。ファックスと手紙を比較すると、2通の手紙にはいくつかの手がかりが残されている。それは、お、これちゃんと別ルート入るのかな。切手、封筒に貼られた切手、そうだ、切手だよ。は、
僕がいきなり大声を上げたので、小暮さんはびっくりして顔を上げた。ここは高速スキップできるじゃん、あれ？ちょ、待って。違う。待ってよ、さっきのセルフクエスチョン。あ、いけてないね。あ、いけてる？あ、ここで分岐か、今から。今から分岐なの？なるほどね。まあ、じゃあ、いっか、進んじゃおっか。安西が吸った、タバコを入手する。でも、タバコ吸ってないんですよ、安西さん。唾液はありますよ、小暮さん。え、どこにあるのですか？安西が吸ったタバコの吸い殻を入手すれば。しかし、安西は嫌煙家だったのでは？あ、そういえばそうだった。もうね、ここの、今の、この世界線のね、柿の種くんは何も話を整理してない。なんとなくで喋ってる柿の種くんですからね。それより先輩、安西はガムを噛んでいました。あれを手に入れてはどうでしょうか。それですよ、小暮さん。僕と小暮さんは、うなずき合い、安西家を目指した。これ、どうなん？これさ、でもまだ、セルフクエスチョンから脱出してない気がするんやけど、どうやろう？選択肢は。ああ、オッケー。ちゃんと脱出できたね。で、これでもう一個の、次の選択肢のところに行ったら、まあ、ルートまた分岐するって感じかな。これで前は様子を見に行くことにしましたが、ちょっと、ここセーブしとくね。3のとこ。選んでない。もう少し待ってみることにした。これを選んでみましょう。小暮さん、もうしばらく待ってみることにしましょう。もしかしたら、ゴミを出したついでに、コンビニか、どこかに行っているのかもしれない。まあ、ただね、ちょっとひどい目に遭ってるんですよね。まあ、あれ何やったんやろ。万が一、ゴミ捨て場でばったり会ってしまっては、後が面倒だ。ここは完全に彼女が家に戻ったのを確認してからの方がいいだろう。僕と小暮さんは、そのまましばらくの間、隅から安西さと子が戻ってくるのを待った。しかし、一向に彼女の姿が現れる気配はない。先輩、いい加減しびれを切らした小暮さんが僕を呼んだ時だ。いるじゃん！あれ？道の角からふらりと人影が現れた。小暮さん。ちょうど小暮さんも気づいたらしく、息を飲んでまっすぐ前を見つめている。安西さと子は片手を壁についたまま、2歩3歩、よろよろと歩いてこちらに向かってきた。あれ、もしかして怪我してる？っていうか、なんか、自分で一人でもしかして怪我したこけたみたいな。先輩、何やら様子がおかしくありませんか？小暮さんに言われるまでもなく、僕も異変に気づいていた。どうも彼女の足元がおぼついていないような気がする。あ！視界に映った安西さと子が不意に崩れ落ちるように倒れた。小暮さん行きましょう。僕は夕が早いか、車を飛び出した。小暮さんが後を追って車を降りるのを背中に感じながら、安西さと子の元へ駆け寄り抱き起こす。ぬめりとした温かい感触が手のひらに触った。これは、まあ、血はついてるというか怪我はしてるっぽいけど、一応途中までは歩けてこれてたんやね。で、そんなにすごい怪我じゃないってことなんかな。やっぱ自分でこけてる説あるかもしれへん？もしかして。安西さと子の顔は赤く血塗られていた。出血は頭部からのもののようだ。ちょうど髪の生え際あたりから流れ出した血が彼女の顔を伝い、僕の手を濡らしていく。背中越しに小暮さんが顔を背けるのが分かった。僕は呼吸を確認すべく慌てて安西さと子のその口元に手を当てたとき、彼女の口からうめき声が発せられた。大丈夫、生きてますよ。いや、歩いてたやん。まあ、倒れたので死んだという可能性を考えたってこと？あ、で、安西さと子の目が赤く見えるとかって、なんか言ってたんよね。これはどういうことなの？これは完全にあれかな？小暮さんの見間違いなんかな？なんていうかね。これこそ催眠でちょっとよく知りたいんやけど。そして僕は、あ、選択肢になりましたね。ちょっと、分岐ツリー見てみましょうか。
あ、こっちに行って、あ、こっち行った時もまだ分岐ある感じか。なんか変な形やね、ほんまに。まあ、とりあえずこれの選んでない方行くか。これ安西さと子を解放する。ここは僕に任せてください。小暮さんは近くに不審者がいないか探してください。お、了解しました。僕の指示を受けて小暮さんは慌てて近辺の調査に駆け出す。それを見届けてから僕は最初に119番へ連絡し、救急車を手配した。次に僕は道明寺に連絡を入れることにした。捜査本部は僕たちの関与を知らないし、心よく思わない。唯一の協力者である道明寺に意見を聞くべきだと判断した。早朝でもあるにもかかわらず、道明寺はすぐに電話に出た。すごいね、ちゃんと起きてるんやね。どうしたんすか先輩、こんな時間に。僕は道明寺に事の次第を説明した。すべての話を聞き終えてから、彼は現場の保存を優先するようにと告げた。おー。そうね、後の手配は全部彼の方でやってくれるということだ。すごいよね。一応なんか、暗い的にさ、まあ、柿の種くんはキャリア組といえどもね、まあ、柿の種くんより、まあ、下のね、ポジションのはずやけど、もうよくできてますよね。まあ、謎の人物なんですけども。僕は言われた通り現場に手を触れないようにした。安西さと子は完全に気を失っているようだ。何度か声をかけてみたが、意識を回復する気配はない。傷口はかなり深いもののように思える。それに頭部の怪我だ。動かさない方がいいだろう。声をかけられた人が大人だった場合、その人はその場で鬼に切り刻まれてしまうんだって。鬼の噂やね。不意に優香さんから聞いた情報が僕の脳裏に蘇る。まさかこれが鬼の仕業なんてことは。今の状況では否定も肯定もできない。でも安西さんの目が赤く光ったから安西さんが鬼ではっていう、まあ、この辺矛盾がね、出てくるよね、考えに。その場で考え込んでしまった僕の耳に、救急車のサイレンが嘲笑うように囁きかけてきた。まあ、とりあえずね、病院に連れて行ってもらいましょう。あ、変算室帰ってきましたね。違う。あ、まだ無理？安西さと子が襲われたという事実は僕と小暮さんの心に大きな影を落とした。一連の脅迫状を手がかりにようやく開きかけた扉が再び閉ざされてしまったのだ。あの後周辺を捜索し終えて戻ってきた小暮さんによれば、あたりに人影はなかったということだった。あの周辺は緩やかな下り坂になっていて、かなり見通しもいいため、犯人が何か乗り物に乗っていない限り、いかに足が速くとも見失うことなどありえない。もちろん、あの朝の静寂の中、エンジン音がすれば、たちまち僕らの耳にも届いたはずだから、それもなかった。安西が自らの胴部を傷つけた可能性も考えたが、あの生々しい傷、命に関わるものではなかったにしろ、相当に深い傷だった。ほんまにそうなんかな？こけて瓶とかで切ったみたいな？でも燃えるゴミの火かな？まさか自分でそんな傷をつけるなんてこと。当の安西さと子はというと、病院へ運ばれ、現在治療中だ。命に別状がなかったのは不幸中の幸いだった。あ、でもそういえばさ、結局なんか、傷口を見て、お医者さん驚いたみたいなこと言うてたりしてたよね。あの話も何か分かってないよね。で結局ゴミ袋を調べたけど、ガムは、採取できなかった。そういえば小暮さんの時安西さと子の目が真っ赤だったと言ってましたよね、と。ここら辺のセリフは同じっぽそうですが、まだスキップはちょっとできそうにないですね。あ、ここから元に戻るかな。白い眩しい。さて、お外に出てきましたが、どうです？外の世界は、あら、まだなんか、あれな、合流してない感じ？気分転換を終え、もう一度小暮さんと事件の検討してみようと思って、さっき携帯に電話がかかってきましたが、あー、ゆうかやね、ゆうかさんが電話かけてきました。ゆうかさんは何か新しい情報を手に入れたのだろうか。僕たちは期待を込めて彼女の元へ向かうことにした。なんか外がすごい騒がしいんやけどさ、めっちゃ多分マイクに入ってそうな気がする。
ノイズ除去できてたらさ、シーンとしとうかもしれんけど、除去できてなかったら多分騒がしいです。うん。お待たせ。何か収穫があったの？うん、まあね、そっちはどう。あ、でもこっから。あ、いけますね、いけますね。ちょっと待ってください。待ってください、ちょっと。この楽しい音楽をバックにちょっと、分岐ツリー見てみましょう。今ここにね、集まったりしたんですけれども、こう来てこうか。ここがまだ一個あるから、さっきセーブした、ここか、ここに戻ります。で、ここで、一回、まず、様子を見に行くことに下の方でいいんかな？うん。で、あ、そんなに嫌だったらやめましょう。これか、これか、これか。なんか嫌な予感がする、嫌な感じがするって、小暮さんが言ったので、それで行ったわけなんですけど、嫌ならやめましょう。これを選んでみましょう。じゃあもう少し様子を見ましょう。異常なまでに怯える小暮さんに向かって、そう声をかけようとしたとき、道の角からふらりと人影が現れた。あ、展開一緒っぽそうやぞ、これ。安西さん出てきたんでしょ？小暮さん、ちょうど小暮さんも気づいたらしく、息を飲んでまっすぐ前を見つめている。あ、一緒やね、一緒やけど、おそらく、まあ、スキップはできないと思うので、まあ、なんか、ちょっと違いがあるまで、どうしよう、カットしようかな。さあ、特に何もなかったんで、ここの選択肢まで来ましたね。だいぶね、話、こう、進んだわけなんですけれども。うん、こう見ると全然やね。こう見ると全然やけど、まだここのセルフクエスチョンまでは来てないね。あと、二つぐらい質問があるんかな。さあ、ここなんですけれども、こんな感じですね。そんなものは結果論に過ぎん。今回たまたま被害者の早期発見につながったかもしれんが、そうでなかったらどうなっていったと思う？安西さんのことやね。で、お前らは手柄を立てるためなら被害者の身の安全は無視してもいいらしいな。あ？印南剣士の言葉は正しい。正しいが、僕は。で、ここでね、前、すっごい言い返したかったんですけども、この段階でカリッチポイントありませんでした。なので、ここでやっと、言い返せますね。そんな、僕たちは一刻も早く、ゆうすけくんを助け出したいだけです。手柄なんか考えてません。僕は反論した。ふん、どうだかな。口では何とでも言えるからな。印南剣士は、さらに軽蔑した表情を、僕に向けた。本当です、僕たちは。あなたとは違う。そう言いたいのをぐっと我慢した。あら、大人。言っちゃってもよかったんじゃない？じゃあなぜ他に脅迫状が届いている家があることを俺に報告しなかった？信頼してないからです、あなたのこと。それは。どうした？何も言えんのか？だったら手柄を独り占めにしようとしていたと思われても仕方あるまい。違うか？そのお前らの行動が被害者の命を危険にさらしているんだぞ。でもあなたに何ができるのっていう感じはするけどね。印南剣士の言葉は正論だ。僕の一連の行動は少なくとも警察の人間としては道を踏み外している。誘拐事件は非常にデリケートだ。僕の勝手な行動によって、ゆうすけくんの命が危うくなるかもしれない。事件解決を焦るあまり先走りすぎてしまったのは事実だ。申し訳ありません。僕は印南剣士に頭を下げた。まあ、結局言われっぱなしなんかな。小暮さんも不服そうな顔をしながら僕に習う。すべては事件解決のため。すべてはゆうすけくんを無事に助け出すためだった。そう思って僕は呪うと殺すの2通の脅迫状を印南剣士に手渡した。まあ、結局渡しちゃうんやね。言い返したとしても。受け取った印南剣士は無然とした表情でふんと鼻を鳴らした。その切手に残っている犯人の唾液と安西里子の唾液を鑑定してみようとしたんです。僕が手渡した脅迫状について補足する。印南剣士は封筒に貼ってある切手をじろじろと眺めていった。鑑定は俺の方でやっておく。そして自分の懐にしまい込む。まあ、これ鑑定結果は結局バチッと合っちゃうんやけどね。印南剣士、差し出ましいことは承知でお願いします。どうか捜査の協力をさせてください。僕はもう一度頭を下げた。ゆうすけくんの行方、脅迫状を送った犯人、安西里子の怪我、依然として闇に包まれてはいるものの、捜査の対象はいくらでもある。このまま双方が独自に捜査をしていたのでは、
あまりに効率が悪い。しかも事件発生からすでに数日が経っている。このままでは本当にユウスケ君の命が危ないかもしれない。だが印南警視の見解は異なった。ダメですよね。ここら辺はでももうなんか女しっぽそうやね。で、ここで二度と顔を見せるなと、すごく怒られてしまうと、で、ここで出てくると、道明寺が、でも道明寺のこと多分知らんのよね、印南警視。やからこそ顔合わせるわけにはいかんっていう感じか。さーてと、これで、そろそろ、高速スキップができなーい。この次やね。この次ぐらいからできるんじゃないかな。斉藤ゆかりの実家で起こった火事について調べることにした。オッケー。で、もう一個ね、質問があって。もう怒ってますね、安西さん。ブレスレットについて尋ねた。聞いてみよう。このブレスレットについて何も知らんもんね、結局。安西さん。僕は軽い話題から入ることにした。そのブレスレット、この前もされていましたが、とても素敵ですね。このキーワードいるんかな？あら、そう？安西さと子は嬉しそうに顔をほころばせた。よほど大切にしているものなのだろう。その宝石、なんて言うんですか？あー、ガーネット。登録されましたね。綺麗でしょ？高級品じゃないんだけどね。大切な人にもらったの、私の宝物よ。主人とかやったりするんかな？大切な人？それは誰でありますか？後を追うようにして尋ねた小暮さんに安西が不審そうに目を向ける。別に誰だっていいじゃない。なんでそんなこと聞くのよ。冷たい小暮さんに。いえ、それはですね。小暮さんが返答に、キュース？だいたいあんたたち何を聞きに来たの？あ、いや、それは、まだか。小暮さんが言葉に詰まるのも無理はない。あなたは容疑者の一人なんですよ。などとは間違っても言えない。だが安西は僕たちの微妙な表情から何かを感じ取ったらしい。あら、感じ取っちゃいました？感じ取っちゃいました？これで、あれか、隣の奥さんがふふふってなるっていう、そういう感じやね。疑うべき人は、あの母親は息子がいなくなってせいせいしている。このことなんで知ってるんやろうね。実際、誘拐したのは自分じゃないっていうのは分かってるもんね。なんか虐待してたこと知ってるんかな？なんかこう、聞こえてきたとかあるんかもしれんね。もしかしたらそういう怒ってる声みたいなんが。よーし、いけますね、スキップ。さて、ここですよ、ここ。ここ。ちょっと待ってよ。分岐ツリーちょっと、見てみますね。ここから、おそらく、オカルトルート、科学ルート分かれると思うんですけれども、オカルトルートまたじっくり見るために、一旦ね、こっち、行ってみましょう。ここ分岐3箇所あって、1箇所、2箇所あって、あんまりめっちゃ分岐があるわけでは、ない感じになってるよね。なので、もう、ここら辺はいいかな、ここ。ここはいいから、1番にセーブをして、ここからオカルトルート行けるようにしていきたいんですけれども。さあ、どうしようかな。とりあえずは、あれ、前って結局科学ルート行ったんかな？どっちかわからへんけど。子供が誘拐された時、普通の母親ならまず、子供の心配をする。そう、まず子供の命を守ろうとするのが親というものだ。ゆかりさんが電話でどういう対応したかというと、わからんなるから一緒の選んでいくか。とりあえず。一緒の選んでこう。とりあえず同じルートに一旦入るために。よし。で、また選択肢回収を、こうしていきましょう。とりあえず家に来まして、家宅捜査やね。家宅捜査するんですが、壁に何か見つけてしまいます。その壁をガラッと開けると、まあなんかね、まあとりあえず虐待の跡が見つかって、あら？ここもセルフクエスチョンってっけ？
ごめん、分岐ツリー見して。ハテナマークやったっけ？ごめん、何回もね、何回も。ちょっと見ちゃうんですけれども。あ、セルフクエスチョンやったね。斉藤ゆかりはゆうすけくんをおとましく思っていたということは、狂言誘拐を計画してもおかしくない？まあ、これで選んでない方ちょっと選んでいこうか。いくらなんでもそれはないと思う。親子の間でそんなひどいことがあるのだろうか。もう一度誘拐時の状況を思い出してみるんだ。もしも母親が犯人だとすると、誘拐の状況で何か気になることはないだろうか。まあ、こっちないけどファックスの方ちょっと選んでみよう。あのファックスについてはまだ何とも言えないだろう。謎が多すぎる。せやね。さらに呪うや殺すという手紙の謎もある。斉藤ゆかりは相模さんや河野池さんとは面識がないし、そんな手紙を出す理由も犬や花壇を奪う理由もない。これからの捜査で明らかにしていくしかない。では電話についてはどうだろう。犯人との会話を記録した音声が気になる。犯人の要求を再度考えてみよう。うん。犯人はザクロの実に一人で来いと言った。もしこれが斉藤ゆかりの自作自演だとすれば、ちょっと変な要求ではないだろうか。金銭目的のような単純な理由にするならいい。しかし、なぜこんな意味不明の要求をする必要があるんだ？他にも気になる点はある。それは会話中の斉藤ゆかりの様子だ。もう落ち着いてると。彼女はとても冷静に対応していた。そのせいで僕らはゆうすけくんへの愛情を疑ったんだ。では、自作自演だと考えるのはどうだろう。自作自演も疑える対応だ。果たしてそうだろうか？どっち？すぐコロコロ意見変える。もしも警察に信じてほしいなら、むしろ必死に息子を心配する母親を演じるはずだ。あんな冷静な対応では自作自演にならないのじゃないか？これらのことを考えると、斉藤ゆかりの狂言誘拐の可能性は、ある！あるんかいっていうね、今まで語ったことをひっくり返してね。確かに可能性はゼロとは言い切れない。しかしこの状況証拠だけでは断定はできない。斉藤ゆかりの狂言誘拐を証明するには、さらなる証拠が必要だ。今は残念ながら、まだ証拠が少ない。僕は斉藤ゆかりの言葉に従い、退散することにした。まあ、結局考えたけど出てきたと。さあ、で、スキップができますね。お、うどん食べてますね。きつねうどん。カレーうどんが食べたーい。カレーうどんが美味しい。お、さあ、ついに来ましたね、ここ。雪村の家。これね、三分割されてるんで、選択肢三つあるんで、ちょっと2置いときたかったはずなんで、3にとりあえずセーブしといて。じゃあまずちょっと強行突破してみようか。カリッチポイントちょっと使った方を選んでみよう。小暮さん、ここは強行突破しましょう。僕の大胆な提案に小暮さんは驚きの表情を見せた。しかし先輩、それは危険なのでは？まあ、結局おらへんないけどね。危険は承知です。けど、ゆうすけくんの安全を考えれば、これ以上時間をかけることはできないんです。誘拐事件は交渉と、そして時間との戦いと言っていい。時間の経過に比例して人質の危険も高くなる。事件が発生してすでにかなりの時間が経過している。そうね。そうね、それが結構もう危険な、ね、ことになってたもんね、そのせいで。事件が発生して、僕たちには時間がないのだ。小暮さんやってください。おっす。小暮さんがやんの？おお。そんな開けれるの？よっぽどボロアパートなの？ドアを蹴破った小暮さんに続き、迅速に部屋の中へとなだれ込む。今の音で侵入者の存在が感知された。犯人がいたなら、すぐさま行動を起こすだろう。僕たちは余計なドアには目もくれず、一番奥の部屋に飛び込んだ。手探りでスイッチを探し当て、暗い部屋に明かりを灯す。小暮さんがうめき声を上げた。何か恐ろしいものを見た時のような恐怖を伴ううめき声。と、まあ、可愛らしい部屋なんですよね。これは、完全にあれなんかな？雪村の趣味なんかな？どうなんやろ？ここら辺のセリフは一緒っぽいね。あ、で、選択肢まで来ちゃいましたね。ってことは、結局三分割されたうちの、あら、まだ途中なの？これ。そう。でもどっち選んでもなんかね、
結局、あんま分岐とは関係なさそう。化粧品だ、選んでみよう。ないんかな？そうだ、この部屋には化粧品がないんですよ。化粧品？僕の独り言を小暮さんが怪訝そうに聞き返した。すべての女性が化粧品を持っているとは言いませんけど、化粧品の一つや二つ持っていてもおかしくはないはずです。まさか実は男とか、そっち？小暮さんが柔軟な発想を展開する。考えとしては悪くはないが、それでは貴女の噂と合致しない。それに男が女装しているのなら、なおさら化粧品が必要だ、確かにね。そしてよく見れば化粧品とセットであるはずの鏡もない。そっちが問題なのよね。気になって洗面台を確認してみるが、鏡は取り外されていた。化粧品もなく鏡もない女性の生活。男の僕にはわからないが、そんなことがあるのだろうか。先輩、これ見てください。何か見つかりましたか？小暮さんはテレビ台の下に置かれていたゲーム機を指し示した。あ、はいはいはい。あれ、ゲーム機を探すのは初めてじゃない？そこには古いものから新しいものまで様々なタイプのゲーム機が収められていた。よくよく眺め回してみると、この部屋にはゲーム機に限らず、他にもたくさんのおもちゃ類があるようだった。ずっと部屋を出てなければ暇つぶしにゲームもするでしょうが、女性の一人暮らしにしてはいささか多すぎるような気もしますな。なんでや、私だってゲーム機いっぱい持ってるぞ。ゆうすけくんを人質にしている間、騒がないように買い与えたとか、ファミコンからスイッチまで持ってるぞ。では先輩は、雪村が犯人だとお考えなのですか？まだ断定はできません。しかし有力な被疑者であることは間違いないでしょう。パソコンに近づいた。こっからそうね。高速スキップできそうですよね。ということなので、じゃあ、ロード。もう一個の選択肢を選んでみましょう。迷った挙句、予備鈴を鳴らすことにした。まあ出ないんやろうけど、僕は予備鈴を鳴らしてみることにした。雪村が出てきたところを確保すれば。迷わず鳴らすね。しかし、何も音沙汰なし。しかし、一向に返事はない。ドアに耳を当てても物音一つしない。誰もいないのだろうか。先輩、相手は人との接触を嫌がっています。予備鈴を鳴らしても許すするのではないでしょうか。確かにその通りだ。よく考えてみれば予備鈴が鳴ったからといって、ひょこひょこ雪村が姿を現すとは思えない。僕は作戦を変更を余儀なくされた。そこで1階に牢屋さんに頼んで鍵を貸してもらい、家宅捜索を強行することにした。まあ、これがね、これがまだスマートかもしれへんよね。本来なら許される行為ではなかったが、すでにかなりの時間が経過しているので、人質の安否が気遣われる。でもさっきのさ、ドア蹴破ったやつあるやん、小暮さんが。あえても器物破損で小暮さん罪になっちゃうんかな。僕は深呼吸を一つすると、借りてきた鍵を鍵穴に差し込んだ。だって令状とかないわけでしょ。息を潜めて真っ暗な部屋の中へ一歩踏み込む。物音はしない。人の気配もない。しかし油断はできない。小暮さんと目で合図し合い、靴を脱いで足音を立てないように慎重に歩く。雪村の部屋はワンルームマンションらしく、キッチンの奥にすりガラスのドアが一つ見えるだけだった。すりガラスのドアなんて結局あるの、マンションって。さあ、これいつ、まだ高速スキップはできないですね。多分部屋が出てきたあたりで、高速スキップができるんじゃないかなと思います、このあたり。まだやー。一緒やのにー。セリフが一緒やのにー。じゃあ鏡だにして、まあ、どっちでもいいんやけど、よし、高速スキップしていって、で、これ日記よね。めっちゃカチャカチャ読むな。速読やん、速読。あ、で、家帰ってきて、日記の続きを読みまして。もうなんかだいぶバーって進んでいきおるね。あ、神社来ましたね、神社。で、住職さんにも出会いまして、お寺か、お寺か、ここ。で、お寺でね、詳しい、騎士文人の話を聞いて、さあ、セルフクエスチョンまで来ましたね。ここって分岐あったかな？
どんな感じかな、セルフクエスチョンの分岐ツリーとしては。あ、分岐なしか。もう結構下まで来ましたね。で、次回おそらく多分回収しきれるかなと思います。じゃあそんなところでデータベースタイム行きましょう。あ、これガーネットかな、さっきあった。ガーネット、マグネシウム、鉄、マンガン、カルシウム、チタン、アルミニウム、クロムなどの多数の成分の鉱物からなる鉱物コード7の計算塩鉱物。あ、そんなに色々入ってるんや、鉱物成分。含有する成分によってアルマンダイト、バイローブ、スペサタイト、グロッシュラライト、ロードライト、アンドラダイト、ウバロバイトに分類され、またそれらの種類によって赤黄、これ一文字でなんて呼べばいい、カツカツ、黒、緑といった様々な色を有する。聖書によればその赤色は宝石の中で炎が灯っているからとされ、ノアが箱舟の中を照らすために使ったと言われている。中世ヨーロッパでは魔除けとされ、十字軍の兵士が出征の際身につけ、貞操を守るために妻にも持たせたとされている。また古代エジプトでも厄除け、治癒などの効能があると信じられ、心臓や血液に関する病に対して効果があると考えられていた。1月の誕生石であり、友愛、真実、定説などを象徴する。ガーネットの普通の宝石の説明やったね。じゃあその次、これ忘却。忘却の説明？人間の脳は嫌な記憶、特にその記憶を持っていることで自我が大きく揺らいでしまうような記憶に関しては忘れる、あるいは別の記憶として塗り替える自己防衛機能を働かせることがある。これを心理学的には抑圧という言い、精神分析学者フロイトによって提唱された言葉である、近年の研究によればこの抑圧という現象には脳の前頭葉が関わっているということが分かってきた。アメリカの研究グループが発表したところによると、記憶が抑圧されている際に前頭葉の一部の活動が活発化し、そこから記憶を作り出す器官である海馬へとその記憶を作り出さないように、あるいは記憶を消してしまうように指示が出されるというのである。ほう。抑圧という現象は特に幼児期に多く、災害あるいは暴力、事故などにあった子供に多く見られるというトラウマになりそうな事柄ってことかな。しかしこうした記憶は実際には失ってしまうのではなく、意識下において存在しており、抑圧がひどくなると記憶障害を起こしたり、乖離性健忘と言われる精神障害ともなりうる。さらには体験したことは思い出さなくとも、その出来事やに関連した事柄に接した際、不快感や恐怖感を湧き出させるという心的外傷、トラウマとなって現れてしまう。こうした現象を医学的に理解し、治癒に役立てるためにも、抑圧に関する脳のメカニズムのさらなる解明が期待される。まあ、自由に忘れることとかできればちょっといいなって思うようなことってあるよね。ポリグラフ。体の各部、頭部、胸部、胴部、脚部などに約20個の電極を取り付け、脳波、眼球運動、節電図、筋電図、呼吸曲線、電気皮膚反射、心電図、血圧などの情報を検査、記録する装置。催眠の時のね、前に話出てきた言葉やね、これポリグラフは。人は虚偽の証言、つまり嘘をつく際に精神的な動揺により、身体的反応を示す。ポリグラフは被験者に対し、事件などに関係ある質問をして回答させることにより、その時の呼吸、発汗、血圧、脈拍、皮膚電気反射に現れた生理的変化を記録し、それを分析することによって、その証言が真実であるか、虚偽であるかを確かめる。ものとして1960年代より犯罪捜査に導入されるようになった。当初、ポリグラフを導入した頃には、証拠として成り立つとも考えられたが、しかしながら現代では、特に被疑者に対して行われる場合には、賛否両論が存在し、その取り扱いにも慎重となっているようである。また近年では睡眠中に呼吸が止まる現象である、無呼吸症候群の
検査にもこのポリグラフが使用される。へぇ。なんか私なんか行き止まってる気するんよね、時々。調べてほしいな。だいぶ見たね。57%。はい、ということで、次回はこのセルフクエスチョン。ここから、まあおそらく、とりあえず一旦最後までいけると思うんでやっていきたいと思います。ということで、ご視聴していただき、ありがとうございました。お疲れ様でした。